c e グルは BAE ダイナミクスが開発した空対艦ミサイル。1992年度の単価は75万ドル。1994年度までの調達数は860発。BAE ダイナミクスの前身の一つであるホーカーシドレー社はフランスのマトラ社と共同でマーテルミサイルを開発し、イギリス軍では パッシブレーダーホーミング誘導版のアージ168対レーダーミサイルと画像誘導版の AS37 空対地ミサイルを装備化していた。本機はこれらの後継として開発されたもので、1979年8月に開発契約が発表され、1981年により死者を開始した。基本的にはマーテルをもとに、 ミサイルの誘導方式とエンジンを変更して改め、設計した発展型となっている。マーテルでは、固体燃料ロケット推進であったのに対し、本機では、ミクロチュルボのトライマイナス60ターボジェットエンジンが、採用された。これによって射程は大幅に延伸され、当初は、クルーズマーテルと称されていた。誘導方式は、中間工程では、完成誘導、終末工程では、 アクティブレーダーホーミングとされて、ファイアフォーゲットに対応した。一軍の目標の中から、事前に入力したレーダー反射パターンに従って、特定の目標を攻撃することができる。また電子防護能力に優れ、電波妨害減追尾機能を備えていると考えられている。本機は、通常のモードのほか、推薦直上に命中させることができる。なお、弾頭の前面は、 浅い入射核で目標に命中した場合にも、貫鉄力を確保できるように、浅イクボカドが付されている。この弾頭はもともと、潜水艦発射型、マーテルのために、ダルドが開発したものの、潜水艦発射型、マーテルの計画そのものが断念されたために棚上げとなっていたものであった。シーイーグル2発を搭載したインド海軍のシーキングマーク42バイト。ありがとうございます。